はい、では、本日 BWE 2本目ですね。このカードはかなり熱いというか、かなりゲロ熱なんですけど、激熱ですね。僕としてもかなり胸熱なんで、これもう始まる前に言うけど、うち今18段以上は4人いるんだよ。そうなの？ドラ、リョウ、ウマタム、そして流星ですね。すげーな。そんな中のドラバング VS リョウレリウス、これはね、貴重ですよ。そうですね。あんまスプラン行けば見えるかもしれないですけど、スプラン行かないですからね、僕らあんまり。そうですね、ビッグワンでこれが見れるっていうのは、特にバング戦が、まあ、他のバングの試合が見れるのは僕としてはかなり胸厚なんで、うん、あと個人的にもバング対リリウスの組み合わせあんま見ないし、興味ありますね。さあ、僕がシュータから培った知識がどこまで役に立つかなんですけど、さあファーストタッチは両リリウスが取る。ダメ端、あー、おい、ジャンエータイクからもしっかり落とせるんですね。置き攻めの形持ってって、そしてガード困難連携をしっかりガードはしていました。ここは画面端、これ以上嫌だとしっかり吐いていったんですが、両リリウスが巻き込んでく、呼んでいい、拾っていく。さあ跳ねちゃった。さあ絶望の置き攻め、いやーきついっすね。さあ CT から見てさらにダメージアップ超減ってっけど、さあ先に1本取ったのは、リョレルスですね。ヨーヨーとジャンシーのガフはやっぱ手に無理なんですかね。ですね、基本的にですね、下とこれ試合中なんであんま OK ないんですけど、アシュラ、はい、無敵はあざ詐欺用だと思うんですよね。はいはいはい、アシュラが使える状況だとどうこうっていう感じじゃないですかね。さあ打って変わってターンはドラバングが握ってますが、2D は巻き込んでしっかりと対応していく。さあ釘を投げて端から早く出させたかった。さあリジェクト誘って、ここは 6D まで設置、 2C 置いてある、反応してる。さあティウス華麗に避けてエドリーにヒット、そう母さんに当たったら華麗に持続が伸びて、ちょっと危なかった。さあここはあれですね、大噴火を使っちゃうとバーストゲージ戻っちゃうんで、しっかりと通常技だけで殺していく。さあ早い段階からエクイ2連発、そして立ちヒットバーストを使ったのはリョレルス。さあ体力差はアドバンテージを取ってると、あーやっちゃった。さあこれはかなりおいしくない状況、しかしルル、ごめんなさい、クロイガーですね、クロイガーが当たってくれない。タチミから押したのはバング。まあ、2C の後にタチミを打つのは、なんか熱波してたら当たるし、その後上級有利っていう感じなんですかね、使っても。そうですね、最近ちょっとパクったんですけど、ああ2回やった。いや、なんかもう言ってる間に凄まじい固めと崩しが見えたんですけど、さあ、と前転ダメなやつ戻ってきて、さらに前転通らず、1回目、1試合目はリョレルスが取る。アルターオブジパペット、石の色が真っ赤なんだけど、いや、こういうの重要ですね、やっぱり早い段階から流れを持っていきたい。リョレリウスといえばドヤリーとアストラルですからね、はい。さあしかしエンターテイナーであるドラバングもアストラル大好き人間なんで、まあこれを食らって黙っているような人ではないでしょう。でもバングのアストラルは正直実戦だと結構決めにくい部類なんで、まあ見れるかどうかわからないですけどね。さあさっきクラリが言ってた2Cからタチ D のあれに関して言えば、寝っぱなしで刺さって、緊急トルトです、総称打で飛ばすより状況いいんですよね、あっちの方が、はいはい、なんで、まあ攻め系プラス状況有利、まあ寝っぱなし甘えた行動を取ったらそのまま美味しくいただくって感じじゃないですかね。さあ2本目、おっと1試合目もねこの流れ見ましたね、ジャンケイがやっぱりお強い、そしてねこっからねダウンを取れるってのもね強いですね。さあ今度は早めにワースト使っていきます、追い詰めて、さあちゃんと2ビール止める、
ねえ、グーちゃった。下段通して中段通して投げ落とす。さあイグニス回収ルートですね。さあ三振は当たらなかったもののしっかりと回収する。立ちヒット、ゆりよりヒット、立ち見でしっかり拾う。この辺しっかりしてる。とっさに立ち入り拾いたくなるんですけど、これはしっかり4枚返し美味しい。さあ駒投げに対してジャーエンでしっかり逃げ込んで挟み込みから今回はガーキャン使っていく。さあ動いたところにタッチ B のげんこつが刺さってしまう。1本取ったのは亮、ちょっと遅れて入れたところ刺さりましたね。今のは隙間がちょっとつられちゃいましたかね。俺も逃げたくなったな。あれやっぱバンクも昇竜拳がないんでね。さあそしてここに来てドラバンク乙女の釘設置になりましたよ。さあ3連結。さあこのジャンエンが置いてあるとね、うまいこともやっぱりできないんで。あっと表さらにすげえな。よく今釘踏まなかったな。マジで本当にすげえ。おっと前転も軽い。さあ 6A 総称かなりダメージ高そう。ガキャンから、あーこの釘がやはり強い。対空潰しも兼ねて一気に接近。さあそしてお得意の釘設置がある。さあ両両ちょっと嫌がってる。なんとかしてこの地獄から逃げたい。位置が悪いですね。さあゴミ一つさあこれはどうだ。あーっとちょっと判断ミスった。さあしのげるか。あーっと漏れてしまった。さあおそらくガキャンだと思うんですけど、ロケのモーション見えました。あーっと打って勝って、これはレデュースガンのチャンス。さあしかし前転で回避、千代に逃げる。さあしかし依然状況は苦しい。さあ6秒に弱せながらのディレイ三振はしっかりガードしている。捕まえてどうする、吐いていく。あ残り1秒だが、そうそうだ、あやってしまった。これはあ B の目、あーと間に合わない。さあ時間間に合わず、さあ1時間のブレス。あラントはねオーバードライブ跳ねるんであわやと思ったんですけどね、時間は間に合わずでしたね。俺もなんで今ビドムなのかなと思ったんですけど、時間見てなかったですね俺も。さあここもいい釘からテイクダッシュ崩す。さあ画面端ラフィーノ落ちてくる、かぶせかぶせ、うわうまい、くぐってほえジャイアン置いて、さあここはうまく空中コードの多さを生かして逃げていくと、ここは決め打ちの大噴火。さあここは三振 CT 最大ダメージを取っていくがバーストに拒まれます。さあ 2B で止める、 2B で止める、うわーうまい。さあこれは見えないやつ、ジャンシーラフからの低段落、反対で崩せ。さあ置き攻め、さあ今んとこ全部、いやーどうなる、うわーおしゃれ、しっかりと決める。さあ料理の新人賞、ああいうところでちょっとでもダメージを上げて殺しきる非常に大事ですね。そうですね、あの後ロイが追加まで入れても、まあ、しっかりダウンは取れると思うんで、あそこのオーディオ強いと思います。そして、まあ、ちょっとそのプレイバックみたいなのは見られないんですけれども、多分ドラバングのバーストがギリ溜まるか溜まらないかみたいなところだったのかな。なるほど、ちょっと見えなかったな。あちょっと後で見返したいですね。僕はこれ後でガン見ですよ。さあ3本目、現在ドラバング0、そしてリオレルスが2ですね。さあ実況も言葉が詰まる
見入っちゃいますね。何を言っていいのかっていうのがちょっと難しいところなんですけど。さあしっかり迫ってきた母さんは蹴り飛ばしていく。おっと6ミリで落とす。さあ6ミリ頭まで気づいてますからね、しっかりしてます。2発目引っかかっちゃって、ここはバーストはなくなって使う。さあようやく捕まえた本命6に当たる。さあここバースト、まあ4枚取られちゃいますからね、ある日。そうですね、画面端の6人スタートは4枚絶対取られちゃうんで。さあ体力差的にはレリウス有利の状況からさらに捕まえる。イリおいで、ここはようやく4枚ゲット。おっと、リリが追いだる。いやーごまかしのチャンプ、リリ裏から失礼して、じゃあこれは殺せ。あーさすがに見えませんね、分かっていても見えないんですよね、あれ。さあこのね A 釘の使い方が非常にうまい。ちょっと設置釘の使い方がガチでうますぎんよこの人。あー取ったぞー。さあ4枚取るやつだ。うわーマジか。さあ流れは一気にドラバンクに。ラフィーノから 4D 当たる、カウンター拾えないが中段が通って、しかしここはイギリス足りない。攻め込んでくる。いやー三振引っかかんないですね。さあこれはどうだ。さあここは吐けないですね。さあそのまま封殺、ドラマング一勝。え、あいつ負けたのに笑ってるぞ。全然違う話してた。あいつどんだけ余裕なんだよ。まあ、見た感じ立ち回りが強いバングと崩しが強いレリウスって感じですかね。そうだな、捕まっちゃえばもうレリウスが縦横無尽に好き放題できるんだけど、いかにバングが捕まらずにそのイグニスがいなくなったところだけで捕まえるかどうかみたいな、もう分かりきった説明みたいになっちゃってるんですけど。あとやはり釘設置ですね。この使い方がかなり生きているような印象を受けます。さあまずは1個中央に設置した釘、これが後半どういけるか。さあ2個張ってタッチミスター、とこれはやはり使う。さあレール完成。さあしかし押し込んだのはレリウス側、投げて崩して画面端、いつものコンポから、これは危険な匂いがしますね。ここが回収ルートです。あーっと見えてる、さすがである。さあ2に当たってこの位置はバーストもないので4枚ゲット。これは流れ変わりました。しかし振り下ろされたのは親父の原骨である。様子見してくるだろうっていうのをね、逆手にとっての最速でジャンビー。さあガード困難連携は後転でかわす、巻き込まれてこれは痛い。あーこれは拾いちゃった。さあ最終弾だけ当たってしまう、ちょっと不運でした。やっぱねテュースはね止めたくなるんですけどね、出ちゃうとちょっとアーマーになっちゃってるんで、そうなんか止めたくないんだよな怖くて。さあ早めに3枚設置、位置を作っていく。あーっとここも通ってしまう。さあお得意の場所に巻き込んでいく。さあ4枚回収したかったんですがちょっとミスる。画面端押し込んだのレリウス、あうまく入れましたね。さあこの機動力、さあ風辰巳逆。さあしかしこの位置ちょっとね区切り目移っちゃうところをナチュラルに中断で崩す。さあここはダメージ状況よりもマーク優先回収でしたね。やばい
さあここも母ちゃん殴る。しっかりラントの場合を把握してますね。さあロケガーキャン使っていく。あっと消せ、やはり潰しろ。これがとんでもなく痛いやつ。あっとこれは厳しい。さあこんなんでいけ。あ、これオーバードライブ。さあ跳ねてラント、ヒュース、ゴシー、ロクシー、ビノム、ロクシー、ラント、おっとミスったか。いやーこいつはミスりやがった。いやーミスっちゃいましたね。さあラントが多分出ちゃった感じかな。ボルテードになんなかった。さあ1-1。さあ初手捉えてるのはトーラバング。あと2ミ。さあ一気に体力が溶ける。ドッグ状態だとさらに速い。ここ投げ、あーっと固め方がうまい、逃げられない。ゲージ吐いて、さあラピキャンから強引に殺す気です。さあ一気に流れをつかんだのドラゴン。さあ 2-2 です。うまく封殺しましたね最後は。さあ個人的にこれが動画に上がるときに、まあ、バンク使いの人に見るとすごくあれです。ドラさんの釘の配分っていうのがすごくうまい、マジで、うん、やばい、見習いたいこの釘。ここはね今 2-2。 ここはやはり CT から使ってる人間でもありね、変わらない約束された12本ですからね。そうなんです。それを設置釘で使うかドッグ釘で使うか、もちろんコンボで使う C 釘、そして相手を捉えるための D 釘でも使うので、まあ、その配分が人によって変わってくるんですよね。やっぱり強い釘使いたいっていうのはあるんですけど、確かにそうですね、設置も使ってるんで立ち回りはコンボで使う釘もねその分減っちゃうんですけど。さあここはバースト使っていくよ。やはり画面端は嫌である。あー痛いのが入ったか。だからここはダメージより攻め継続を言うし、画面端立ち当たる。さあここはバースト、うまく量産のガードをこじ開けられつつありますかね。さあしかしレディウスがもうビースタート。アシラはやっちゃった。そのチョグが前提で 3CD だったと思うんですけど、ノーマルガードから 3C ガードされて CT がナズラにめり込む。中段が当たってわーっとこれはつながってる連携。しかしどうなる、ビノムがフォローする。さあ一本取ったらレース。それで終わりではないだろう。さあ中段当たってる。3シーンも、あ失礼、2シーンもしっかり直下してる。しかし親父のゲンコツめり込むめくりジャンピー。いやー位置が悪いです。これで一気に流れがレリウスに転がる。いやーうまいっすね、後転でうまく隙間抜けるがバースト。さあ体力はレリウス側がほぼマックスの状況。固めにいったところを華麗にかわして母さんがそれをフォローしていく。さあ青ビートで本人も多分つながらないって分かってたようで、しかし手札が通る。さあしかしドラバングのバーストがここに来て戻ってこない。6A からボルテード、これはどうだ。さあしっかり殺し切り。ここはリオリルス封殺2-3。流れに乗らせませんでしたね。さあ今んとこその例のレリウスの詐欺ガーフみたいなやつなんですけど、50% 以上の確率でガードもしくはしのいでるんですよね。うまーく使い分けてますね。すげえな俺、あれ怖くて後転しようときになんないんだよね。後転が正解なんだなあれ。うまくその後転を受かるタイミングじゃないときに後転をしたりで、後転を受かるようなタイミングにすると今度は前転が通ったりとか、多分そんな感じなんでしょうね。そうなんですよね。その先ガーフっていうか、あのガーフに行くときにレリウス側がほとんどジャンプをしてないんですよね。多分レリウス側のタイミングの調整と、まあ、受け身に取る調整が噛み合えばっていう話だと思うんですけど。さあ、サチビスタート開幕取ったのはレリウス。
あと地味に皇帝って無敵時間が一番長いんですよね確か。俺の記憶違いじゃなきゃ9か10ですね。さあガードしている。しかし 3C カウンターしてしまって泣く泣くバースト使う。バケを使って押し込んだのはレディース側。家から高精技の中段がぶっ刺さって画面端。ここはガードして壊してどうなる。やばい。さあ追っていったとこ下からレディースが追っかけてくる。クー投げ。さあ1本取ったな亮。ちょっと攻め系に行くところ狙われましたね。さあやはりここは釘設置を使いたいところ。 2D 飛んできて 6D には 8B がちょっとギリギリ合わなかった感じ。これはやばいの食らっちゃったんじゃないですか。4000取られて。え嘘だろ何これ。こんなにガードできるもんなの。さあバソン大きい攻めはしのいでるんですけどね。やはりその後の崩し固めと崩しが両立してるんでね、しっかりと崩していきます。さあ拾えた。さあ6組セーターが通ってここバスト。さあうまく捉えたぞ。ダウンタで切り返す。これが追っ払っていく。投げは抜ける。接続3個目。ちょっとこれ下がりたくないですね量産側。さあうまく前詰めて、さあ投げで崩してからのアルタオーチモブと。さあこれでリーチをかけたのヨネス。さあ本日2回目ですね。このタイミングで決めれたのはだいぶでかいです。さあ現在2対4リーチをかけたのは量。てか詐欺ガールってあんなにガードできるもんなの。なんなんでしょうね。これもドラさんも単純にガードスキルが高いのか、まあ、やっぱり対戦で経験積んだんでしょうね、これは間違いなく。俺も爆破さんもどうしてなんだろうねみたいな、キョトーンってしてる。今見てよ、バング使いここに4人いるんだ。関東では結構珍しい光景だと思うんだけど。バング使いはみんなドラ側にいるんですけれど、さあ依然リーチをかけたのはリョレです。さあバング使いはみんなドラバングの挙動をパクろうとしてるんですよね。それはもうなんか食い入るように見つめているとかでいいじゃないですか。なんでパクるってことも使うか。いやこの釘設置は一級品だよマジで。いやうまいですよね確かに。さあこういうところです言ってるそばから。6ヒット 2D 裏からいく。さあ拾いますね。あっと締めれない。さあタッチの高さ合わず。しかし位置入れ替えて 3C。 うわ当たったと思った俺も。これはオーラっていうかあれ下段無敵ないよねレドリー。あーってやはりレドリー打撃完全無敵だからね。やはり置き攻めをしのいでいるドラ崩れない。さあしかし体力差はまだ5分の半中。逃げていく。勝ち消して。いやここも姉さんじゃない母さん黙らせる。これはジャンピースタートの感じ。しかしレディウスも画面端の早々だ。ちょっと当たりにくいんですよねこのキャラも。消して。アシュラー直側から割り込む。素晴らしい。さあしっかりしてる。さあ一歩取ったなドラ。独身からなんと、まあ、これはまだ安いですね。家で落として 4D でフォローする。あー巻き込まれる。ほんまこの技。さあ手のビジはミスるもののしっかり3連弱取ってる。この美味しい状況ちょっと変な当たり方した。多分 2B かな。さあ逃げられず立ち見めり込む。しかしミスったところ崖のホルスレタッチミー地獄。いやキセキセ。うわあこれは見えてますね。いやー隠るんですけど。さあうえとっあやったぞ。
うまくログリ合わせてバーストを吐かせることに成功。あーついてきた。さあリーチなんだ今の。あいつ勝った気でいるぞマジで。ラウンドすら見てないと無料である。あーやっちゃった。さあ開幕しかもしゃがみ減りすぎなんだが、いやーしかもこれでついてくるんですよあれが。あーっとずらしていった。中段ナチュラルとして 6A が見えない。うわーこれが最後のオキテミになりそう。ほんとどういうことなのマジで。あーまあそうハイパーヨーヨーはガードできるんですけどね。8位取ってここはラピキャンからマーク優先4枚回収投げ崩して毒もつけているのでセチクゲ崩しに行きたい。あーうまい。さあ完成キレキレ出したところニエが置いてありました。ってことで2対5で勝ったのはリョーレです。あー最後はうまく切れくぎにダッシュに合わせましたね。いやー踏み込んでったな。貴様が持っているとはな。10時半か無理かな。